チケチケ TV。はい、始まりました。世の中ゲッチャー。そうですね、今日はですね、春先に引き続きですね、もう一回あっちんことですね。イェイ！いっぱいの、はい、吉川葵ちゃんに来ていただきました。はい、あっちんこと吉川です。現在高校1年生で元気もりもりな女の子です。ジャブポイントはそばかすです。趣味は漂白です。え、漂白？え、はい、白い布とかを、はい、あ、それ本当にじゃあ俺の心も白くしてほしいな。ピュアだね。はい、じゃあそういう心をピュアにするね、 DVD が実は発売されてるんですけど、そうなんですよ、うまいですね、はい、そうですよ。じゃあ、そう、その紹介お願いします。はい、ですね、モンドガールズっていう、あの前回もね、ゲストの紹介したと思うんですけども、はい、モンドガールズのビデオがですね、今アッチンがちょうど、出て発売中になっておりますので、はい、今後ろに出てるやつですよね。そうです、後ろに出てる、これがですね、はい、DVD、大人になったアッチンが昨日発売だったんですよね。そうです、昨日発売です。はい、じゃあちょっとこれ少し見てみたいと思うんですけれども、これはどこにあるんですか？サマーランド。これはサマーランドです。結構これモンドガールの人、サマーランドという人多いですね。そうですか、3人だと。でサマーランドとネバーランド被ってるね。これ水着は自分で選んだやつですか？そうです。おー、どうですかこの水着。大人になったな。なったなった。あいつ一回春先に来てもらったんでね。はい。あいつどうです、こう捉えてる時っていうのは、はい、やっぱりどうですか、もう慣れてきました、この撮影重ねていくことで。慣れてきたっていうか、その撮られる時に緊張感はあるんですけど、うん、やっぱなんかこう最初はこうギクシャクしてたのが、うん、だんだんこう快感になってきました。快感になってきたと。快感っていうか、こうもう撮ってくださいみたいな。じゃあ、あっちんっていうことはですね、まあ、はい、DVD もまあいいんですけども、はい、皆さんじっくり見てもらいましたけども、はい、今度はあの、なんと、イベントがあっちん。そうです、イベントがあるってことなんですけども。はい、いいですか？どうぞ。ですね、12月6日土曜日に、山際ソフト館さんで、6時から、と、6時から、朝じゃないよね。違うんですよ、午後6時から。はい、18時からです。18時から。と、あと12月の13日土曜日、石丸ソフトワンさんで5時から行います。また。お、誰ですか君は。え、アキラですよ。はい、こんばんは、トシキです。こんばんは、イエーイ。はい、で一番最初はこちら、熊歌。熊歌を紹介したいと思います。面白い、これ映像が面白い。はい、そうですね、この映画はですね、ある日、はい、森の中、森の中クマさんがですね、はい、演歌に目覚めたんです。おこのクマさん本当に演歌が好きなんですね。で、俺も一流の大スターの演歌歌手になりたいということで、はい、プレイヤーのもとに弟子入りしてきたんですよ。おさあクマ行こう。はい、ということでクマです。このクマがですね、ジゴロクマゾウくんと言いまして、うん、今ですね、綾乃ちゃんのところに弟子入りしてきたクマです。本当ですか？はい、本当です。じゃあ私が師匠なんです。師匠ですよ。あの人背広着てるんですかね、クマですね。ですね、なんか面白い歩き方してますけど、うん、じゃあ早速歌作ってみましょうか。歌を作るんですか？演歌を作ろう。はい、一番左上にありますね。おお。じゃあ、じゃあもう一回いきましょうか。はい、演歌を作ろう。ああ。ということですね。はい、まあ、いらない盛り上がりがありましたけど。そんな。この曲をどういう風にしたいかと、はい、いうことで、まずテーマを決めてあげます。じゃあ、人生みかん4畳半こたつ孤独とあります。いや、なんかおかしくないですか？演歌ですか、ね？演歌ですからね。うん、あ、じゃあどういうテーマでいきましょうかね。4畳半で。4畳半で。4畳半で。で、今、くまくんがですね、頑張って、その4畳半をテーマに作詞をしてくれてるんですね。はい。ということで、できました、歌詞が。じゃあ、どっか気になるとこありますかね。最後ですね、漢字読めないので。ね、読めないので、読めないものは変えようと。はい。あ、そいつの箱を悶々とする。これ面白いですね。あ、いいですね。何を言いましょう。他に何かありますかね。いや、女のテレビは面白いけど、こたつが似合うという。いや、女のテレビこたつが似合うんじゃないですか。よくわかりません。よくわかりません。なんか思いつくような、思いつかないような感じですよね。はい。じゃあどうしましょう。今日の弟を良かったという、良かったというを変えてみましょうか。普通ですね、ちょっと。うん、じゃあ行きましょう。はい、あ、確かに、さすが師匠ですね、と。自分で書いたのに。あ、いがみ合う。今日の弟、いがみ合うだよ。まあ、兄弟仲悪いんでしょうね、これね。そうですね。4畳半で2人はね。じゃあ、その辺で決めちゃって、はい、歌行ってみましょうか。じゃあ、歌行きましょう。行きましたね。歌っていただきましょう。面白い。
もうこの映像が超面白い。なんで学ランなんですかね。わからない。ちゃんと手ついてるし、こうやって拳握って。ちびたなうたあっ映像がついてる。まあ、こうやってですね、自分が作った歌を映像にしてくれるとすぐよくやってきた。バイトすると意味わかんないですよね。学生くらいですよね。なんか苦学生なんですよ、多分4畳半でね、ほとんどほとんどって2学年で2学年で宇宙くらい。もう戻しますね。もう戻しちゃってますよね。これはね。これが今彩乃ちゃんが作ってくれた1番ですね。うん、もう2番はこいつが勝手に作りましたからね。今ね、もう今ごっつノリノリですから。すごいヘッドバンキングですよ。一回飲みって飲んじゃうんですか学生が。今度妹が出てきましたよ。弟はいるわ、妹はいるわ。きっと兄弟もいっぱいいるんでしょうね。だから多分彼だけに上京してきて勉強して。そうです、頑張るよ。きっと大学は起こしてしますけど。面白い。ステージの一区だけ。ちょっとなんかやだ。予想ですかね。畳にはよくわかんないですね、歌詞が。なんだ。ほら、すごい旅でしたね。旅だ。すげー面白い。あ、ジゴラ名前ですね。結局ダメだったんですかね。ということで、まあ、1曲歌ってくれましたの。室内なのに靴履いてるし。今ですね、あの観客にアクションを求めるようですね。ここ若いですね。実はですね、この歌のランキングっていうのがあるんですよ。特急25時エイカベスト10。さあ、さあ入るか、入らないか。あ、いけ、いけ。あー、あー、ボール高円寺って何ですか。ちょっと中央線かぶってますけど。ということで、熊唄ですね、このようにしてどん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 新しい演歌を作っていって、はい、まあ、その一流の歌手に育て上げていくと、そういったゲームになってですね、はい、他にもですね、自分で作った言葉とかもあの歌にできますんで、ね、今回ちょっとご紹介できませんでしたけどね。はい、ということで続いてのゲームに参りましょう。続いてはですね、文字ブリボンでございます。イエーイ。これはですね、あの文字を、はい、文字でゲームをしようという新しい本当にゲームですね。はい、このこちらのスティックを使うだけでゲームができますんで、はい、ちょっとこういう風にやるの初めてなんであれですけど、まずですね、あの太鼓みたいなマークがこの後出てきます、はい、そこから書き始めですね。ここです。 あ、もういけない、すいません、いいですか、こっちでやって。こうやってですね、え、これちゃんと墨とか跳ねるんですね。そうそうそう、で、ね、ちゃんとね、墨の使い方もアナログコントローラーを使ってちゃんと墨っぽくやらなくちゃいけないんですよ。ただ押すだけじゃなくて、僕ですね、ちょっとこう上にやってからやってるんですけど、はい、こうするとうまく字が書ける。下だけだとこうかすれちゃうんですね。あ、ほんとだ、うん、で、こういうことだって言うと、あ、すごい。じゃあやってみます。はい、やりたいです。ね、注目していてほしいんですけど、ためにゲッチャっていう文字が出てくるんですね。え、実はなんで言ってくれないんですか。大体自分でどんどん言葉を登録していって、はい、歌の中に登場させることもできるんです。おお、うん、でもそれもちゃんと喋ってくれると。すごい、すごいですよね。うわ、もう何で喋ってるか分かんない。今のところゲッチャだったんですかね。もうじゃあ、はい、ゲッチャ、ゲッチャ、来た来た来た。はい、じゃあもうこの楽しさに飲まれないように、はい、次のタイトルを ね、ご紹介していこうかと思います。何でしたっけ。はい、ということで打って変わって今回は、はい、XBOX のタイトルをご紹介しようかと思います。はい、はい、XBOX といえば日本で言うとちょっと高いかなと、はい、いうね、イメージがあったかと思うんですけれども、なんと今日新作が発表となったのと同時に、じゃん、11月20日より XBOX は新価格になります。おー、32% オフ。何の
になりましたか。じゃん、16,800円、すごい税別です。そう税別なんですけど、なんとこの 24,800円から高いですね。おお、16,800円というものすごく安くなったんです。この値下げと同時に発売になりましたのがこちらです。マガタマ、マガタマ、はい、ちょっとね、あの普通マガタマというとですね、はい、こういう字じゃないと思って、う、ね、こういう、まさかこういう字だとは思わないと思うんですけども、はい、ちょっとね、こちらがパッケージになります。これは、はい、昔の字ですか。ですね、一応これはデザインされた文字になっているので、このゲームのオリジナルの文字という感じになるんですけれども、出ました、悪魔の魔に、はい、牙に霊魂、牙に霊魂、霊と書くんですけれども、ちょっとね、ちょっとこうハードな感じのイメージですね。ここ目とかあるしね、ちょっと怖いですね。ちょっと怖いですよね。はい、じゃあどんどん進めちゃってください。はい、あら、もちろんローディング時間も短いということでね、はいはいはい、これがです、舞台になっているのは中世の日本ということになります。はい、ゲームの前編にわたって和風のテイストが盛り込まれているものになりまして、はい、なんとですね、今回このタイトル初めて、あの XBOX のですね、発売元であるマイクロソフト、マイクロソフト、はい、開発部の日本の、はい、開発部が初めて作ったソフトウェアということで、こんなに日本テイストが溢れているものになっているんですけれども、はい、でここからがチュートリアルになります。B ボタンを押せばこう剣をね振ってくれるので、はい、じゃあ本当簡単なんでやってみてもらいましょうかね。え、あの周りにくるくる回ってる人誰ですか。はい、はい、これがですね、オロチというあのパートナーになります。あー、あの悪い神様、そう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 、悪い神様が一回封じ込められちゃって、はい、いい神様になってるので、あ、 XBOX さん初めて、初めて、はい、ちなみにこの赤いボタンを押すと B ボタンですねを押すと剣を、はい、剣を振ってくれます。ビョンビョン、ガクガクブルブルしている、はい、はい、そうやって切っていってください。死んじゃうよ。大丈夫大丈夫、あれはあのモンスターなのでどんどん殺しちゃってください。はい、やっちゃってください。はい、という感じでですね、やっていくと、さっきちょっとだけ出ましたね、連続切りというのができるようになります。はい、はい、またじゃあ、うわうわうわ、そう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 、ああいうね、大振りなこともできるんですよ。はい、じゃあ今の時代はすごいですね。そうなんです、今の時代は実はすごいこんなの知らなかったですね、私。アクションは結構スムーズで気持ちいいですね。そうですね、あのですね、ほんと今あのコントローラーを押しているあっちの手元を見てもらえればわかるんですけれども、なんと B ボタンを押すだけなんですよね、うん、だけですよ、だけ、そう、親指でそうやって動かすだけでいいんですよ。うん、そう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 、はい、じゃあもう一回切っちゃってみましょう。あ、じゃあこちらで移動していって移動して、そうそうそう、移動して、いなくなっちゃった、いなくなっちゃいましたね。はい、はい、これで、おー、はい、もちろんですね、あの視点の方も右のスティックで変えることができます。うん、はい、ちなみにくるくる回ってるウォッチは何かしてくれないんですか。はい、ですね、今着眼というものがあったんですけれども、はい、着眼、はいはい、まず切りつけてあげてください。ガチンガチン、そうすると目の模様が敵に出てますよね、うん、それがある時にバツボタン、X ボタンを押すとオロチが加勢してくれます。なるほど、はい、A ボタン A ボタン X とかっていうぐらいでやると、そのオロチが敵に向かっていってくれるんですね。はい、じゃあまあちょっとやっていきたいついでにですね、はい、ちょっと時間がなってきましたんですけれども、はいはい、まあ、今日じゃちょっとヒーロー出てもらってですね、今日じゃあ3本ゲームやったんですけれども、はい、1つあのまず熊歌、演歌たっぷり熊歌、それからあれですね、文字ブリボンですね、文字ブリボン、はい、だって今ちょっと後ろで、再起動してますけれども、はい、マガタマなんですけども、はい、全部三者三様で面白かったと思うんですが、うん、どれが一番印象に残りました。やっぱりやっぱ熊歌ですね。熊歌、うん、演歌歌っちゃった、ね、熊歌は見てるので楽しいんですよ。うん、で文字ブリボンはやってて楽しかったです、うん、ああなるほどね、はい、はい、そういうことでちょっとね、マガタマちょっと間に合わなかったんですけど、はい、あ、これがフィールドですね。はい、これがフィールドになります。これが仲間になったお姉さんですね。この後どんどん、お姉さん、はい、仲間になってくれるキャラクターたちがどんどん出てきますので、はい、はいはい、そういうことですね、今日の、はい、生ゲッチャーなんですけど、こちらでお開くという形なんですが、はい、次回はですね11月27日の放送ですね、来週の木曜日になります。はい、はい、じゃあ今日はやっちありがとうございました。ありがとうございました。終わりでーす。キラー。